あの方がすごく楽になった上に勉強もできてとても楽しかったです。ありがとうございました。あの犬飼ってるんで犬にやってあげようかな。はい、とても楽しかったです。17人ですかね、こんなにいろんな人の方を状態を見れるっていうのはなかなかないので、すごい勉強になりました。とても楽しかったです。またぜひ参加したいと思います。家族に、家族に、はい、家族に。こんなに勉強になるとは思わなかったです。予想以上ですか？予想以上です。30回ぐらいあったような感じですね。YouTube でよくレチコグっておっしゃってて、でも実際に指導を受けるとそのなんて言うんでしょうかね、どういうふうになるのかよく分かりました。やっぱりね、直接受けると違うなと思って。家に帰ったらやってあげたいのか。妻にやりたいと思います。今日は楽しい時間を過ごさせていただいて、また学ばせていただいてありがとうございました。ありがとうございます。なんかこう回すというポイント、指で、そこがちょっと今までやらなかったので、押すだけという感じだったので、引っ掛けて回す、その、やり方を教わりましたので、ぜひ家でやってみたいと思います。家で誰にやってあげたいですか？家族に。家族に。はい。知り合いとか家族にしかやったことないので、こんなにたくさんの人にできて楽しかったです。ちょっと誰かに試してみようかと思います。ありがとうございます。母親にやろうかなと。はい、結構自分がひどいのに気づいたのと、はい、かなり柔らかくなって、肩もみの深さを知りました。はい、また来たいと思います。一人で参加したので、ちょっと初めはすごく緊張してたんですけれども、でもなんかだんだん皆さんの肩を揉ませてもらったり揉んでもらったりする、そういう触れ合いの中でどんどんなんかこう緊張もほぐれてきて、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。やっぱり実際の生身のケンさんからこうポイントを、手の動かし方からこう実際に見ることで、なんかすごくこうなん雰囲気が伝わって、やっぱりYouTube では見てたんですけれども、なんかそれとはまた違う距離感で、こういう感じかなっていうのがなんかこう分かったような感じが。そうですね、そう、もうなんか全然やっぱ違いますね、触れ合いの中で。はい、よかったです。家族に、はい、こう肩もみやってあげたいなと。なんかみんないろんな人をやってもらって、なんかいろんなやり方があるんだってことを分かって、結構自由にいろいろやったらいいのかなって思いましたね。普通になんかやってあげたいなと思っても、自己流だとなんかあんま自信ないんですけど、こう教えてもらうとなんかやっていいんだなって感じがして勉強になりました。友達にやりたいですね。なんか輪を広げたいというか、いやもう最高でした。リラクゼーションサロンで、4ヶ月前から働いてるんですけど、ちょっとケンさんの YouTube を見つけて、それからずっと垂直圧とか力の入れ具合とかずっと勉強させていただいてます。今日は本当に念願のこの講座に来れて最高でした。お客さんに生かしていきたいっていうのもあるんですけど、やっぱりお父さんとかお母さん、はい、それから同僚、先輩癒してあげたい。そんな感じです。ケンさん の生の指圧を受けられて、すごく棒を本当に捉えて、なんか力強いのに優しい、あんまり自分が普段やる方でやられることが少なかったので、ここ気持ちいいんだなっていうのをなんか再確認できた。腕とかですね、今日初めて参加させていただきました。地方から出てきたんですけれども、いろいろと本当に勉強になりました。ありがとうございました。みんなでこうやって同じここ目的で集まってやるっていうことと、やっぱりこう体に触れるって、こんなにも人との距離をあっという間に縮めてくれるんだなっていう、それが素晴らしいなと思いました。今日初めて会う人ばっかりだったのに、前から知ってる人みたいに話せたのがすごいなと、周りの人みんなにやってあげたいなと思います。